今日マイク2本持ってきてますけどね、これはあの楽器なんかの演奏するときに使いますけれども、使うためのマイクスタンドですね。で、こちらに、こちらもさっきは入ってたんですね。これはオンになる。わだわだオンって書いてありますね。これはオフ。で、もう一本持ってきてるのが、これがコンデンサーマイクです。これコンデンサーマイクですけども、これ、コードがある場合、ありますね。ここで、オンに、これで、あれですね、それで、これですね、それで、ファンタム電源っていうのは、ここを選びます。で、ここでオンオフ。で、これは 2ですから、2番目、トラック2。これですね。で、ここにファンタム電源を入れるんです。今オフになってます。これでオンにします。それでオンになりました。どういったことかというと、ここで2の電源を入れます。ちょっと待って。ちょっとリセットかけないとダメかな。多分メニュー画面に出るときは今どんなことやってるかっていうと、2ちゃんこれですね、2のところのこれでレコーディング、2チャンネルレコーです、2チャンネルのレコーディングを現在しております。で、2チャンネルはこれはファンタム電源を必要とするコンデンサーマイクです。こちらはダイナミックマイクで、ありますので、ファンタム電源は必要としておりません。したがって、こちらのファンタム電源が必要としているソニーのコンデンサーマイクですね。で、このコンデンサーマイクっていうのは室内とか非常にシビアな音を録音できます。電気的に音を周波数も広域な周波数帯を保持しています。そういったことがこのズームのあれなんですけども、1チャンネルもこれが1チャンネル、2チャンネルが3と入れてますんで、3本目をこれを入れるとこうやって1、2、3、3本全部立てといて、それでレコーディングだね。そうすると 3系統の音がこれ全部それぞれコンピューターに入れて開いてると分かるんですけども、ワブファイルが3本の音で取られてます。それぞれ別々なんです。ですから、これをマイクを誰かさんがやったとするね。はい、私の声です。これはコンデンサー、マイク2の2の方で録音されております。で、私の音はこちらの1番が青色は1番ですので、こちらですね、この中に1チャンネルのまたこれだけの声として録音されている。それでお母さんも一回話して。はい、マイクテスト、はい、マイクテストです、はい、それは 2の方に入っておると、はい、それぞれの声が独立した形で入力できるという、分かるかな、この私が言ってる意味、このズーム16のその素晴らしさっていうのは、これはすごいんです。で、もう一回オフにしますね、はい、オフにして、で、こっち側は全部スイッチが入ってますね。これって L と R、 これはここのマイクなんですよ。ここのマイクがこの L と R に入って123で、これで録音します。そうすると全ての音がいわゆるすごいことになってるんですよ。録音されて、なおかつここのラインアウトっていうのがありますね。これも大事なんですが、最近分かったんですけど、このラインアウトっていうのは全部の音が
一本の線として一本の音源として出力されると。すごいでしょ。じゃあ5人いたら5人の声が全部入ってくる。5人の声がここのところに入って話した。ところがレコーディングは5人の声は全部バラバラに入ってる。すごいですね。混ざってんじゃないのね。混ざってるんじゃないの。バラバラに入って、バラバラ、あ、それはすごいです。分かってくれる？うん、俺単純だからさ、人間から普通はね、うん、5人取ったら5人バーッと全部入ってバラバラ一緒に入ってて、そして一緒にそれが流れるんだけども、そうではなくて一人の声として全部入っていて、それが配信されるってことでしょ。素晴らしいよね。そういうことが時代の進化でもって3万円か3万5千円くらいかな、この H6 っていうハンディレコーダー、うん、このズームが出してるレコーダー、これみんな業界で使われてます。